今その状態だから帰れ。寝袋は。もう次のキャンプはもう始まってるやろ、今お前家で。確かに。確かに。もう今や買うとき。今家で半合体で。そうや、だから寒さで暖を取るので一番大事なのがもう今寝袋やないか。ほんまや。次のキャンプはもう今や。今始まってる。今毎日キャンプしてますね。そうや。気づかんかった。もっといっぱい買わなかったから。そのキャンプ道具を。確かに。いや、キャンプ道具ちゃうんですよ。え？違う違う違う。おかしなってる。いやいやいや、キャンプ道具でええやんか。いや確かに。フライパンとかも折りたたみのフライパンみたいあるやんか。ありますあります。こんなやってこうやってつまむやつ。ありますあります。あんなんを別のティファールとかするんじゃなくて、はい、それを買えば、はい、もう。キャンプ行くときはそれを持っていけばいいんやから。まあ確かに確かに。常にキャンプや。毎日キャンプ、毎日キャンプ。だからそのインドアキャンプって言って、はい、YouTube 動画上げたいやん。今、今から。あー、なるほど。今のこの生活を全部 V 撮っとくねん、はい、うん、あー、はい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 。じゃあ人間がどうやって一人暮らしを始めていくかっていうのをなんかドキュメンタリー的に、はい、今家こんな状態ですと、はい、引っ越したばっかり、はい、これにね、だって西田に話じゃないけど、はい、一個ずつ改善されていって、はい、今こんな風に寝てますとかを、うんうんうん、あ、誰が興味あるかとかそんなの知らん、はい、誰が見るかは知らんけど、はい、なんかやっといったら生活がどんどん、あなたの生活がどんどん上がっていく様を、そうですね、映像に残しとけるっていうのは面白いんじゃない。ああ、確かに。でもそれめっちゃいいかもしれないですね、うん、まあ誰が見るかどうかその分かんないけど、でもなんか見てくれはる人が増えてくるかもしれない、うん、ああ、なるほど、うん。リトル堤真一とか言いながらさ、ハッシュタグ堤真一一人暮らしとかなんやろってなもんや。確かに、うん、いいですね、うん。で最終的にアクサダイレクトとか言ってわけのわからんこと言ってた。いや、わけのわからんことじゃないですよ。アクサの杉ちゃん。面白いやんか。一人一人に合う保険は違う。皆さんに個人に合った保険を。アクサダイレクト。あ、じゃあ成長してるやん、この3、4ヶ月で。ほんますか、やった、うん、ありがとうございます、うん。その僕が入る前に、うん、森田さんの、ね、奥さんが男性ゲストもええんちゃうみたいな、うん、言うはったんですよね、うんうん、でも僕ビビり倒して、うん、どうしよう、男性やと思って、うん、え、どうしようみたいな、なんかおかまで行かなあかんのかなとか、あ、それの前半そうやったのかなって思って、うん、でなんかもうバッグ、自分のバッグあさって、うん、一番女性っぽいもの何かなって思って、うん、一応ニベア持ってない。一番お気遣いありがとうございます。僕のカバンなんかバーッて漁って、ああ、それで初めどうもなんか女性の感じでなんかどうしようってなって、あ、はい、ありがとうございます。一番女性っぽいのがニベアやったっていう。ニベアやった、ありがとうございます、はい、いえ、とんでもないです。ありがとうございます、はい、いやいや、まあちょっとお気遣いいただきます。誰にも嫌われたくないんで。すごいね、なんか、うん、いやでもそのスピリットすごい。思いますか。うん、僕はもう一歩歩けば嫌われると思ってます。そんな一歩歩けば誰かに嫌われ、迷う迷う、もう仕方がない。それ欲しいな。敵のいなかった人生が一段もうだから、敵のいなかった時期というか時間が一回もないから、はい、どんな人生なんですかそれ。いやだからあの必ずどっかに敵がいてた。え、うん、誰かこうやってやってるんですか。うん、いやじゃなくてもう後ろこの目の前からとか、じゃあもう後ろからずっとこう出て見えへん。怖っ、うん、あれなんでこんなうまいこといかへんのかなと思ってたら、もうずっとこうもうなんかかかとちびられてるぐらいこうチュンチュンってやられてた。うわっ、赤いポイントなんかシュ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 なって、そうそう、どうしてこんなにうまくいかないんだろう、ってうん、ありました。よう生きてますね。よう生きてるんですよ、本当に。もうギリギリ、メンタル的にはギリギリですよ。言えば、はい、辛いですか。辛い。まあでもね、そのなんかまあ、ピンチはチャンスといえば、はい、一言で収まっちゃいますけど、まあ、今回に関して言うとネタバトルね。ネタバトル、はい、はい、やっぱもうだってネタバトルっていう段階でバトルって言ってる以上も全員的じゃない。まあそうですよ、もう バトルですから、ほんまに誰が1位取んねやっていうところですから、はい、ね、もうその話 もう昨日ねもう散々したとしたんですけど、あ、辰木君と、そうです、はいはいはい、ただでもこんなん言うとあれですけど、はい、やっぱずっと挑んでったことが、うん、まあ一個の仕事一日でもつながるっていうことは、はい、うん、なんかやっといてよかったなと思います。ああ、ふてくされた瞬間から全部止まっちゃうじゃない。はい、ふてくされることはあったとしても、はい、くっそって思った時にもう一個進めるじゃない。はい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 、ね、っていうことは一歩進んだらもう必ずその一歩に敵ついてくるんですよ。すっげえ哲学、名言でしょ。名言、名言です、ね、はい、
もうだって家にずっと閉じこもってたら、はい、何の敵もない、うん、自分だけや確かにね、はい、僕自分を敵やと思ったことがないですだってね自分以上の敵が多すぎて女も、はいはい、自分なんか戦ってるなんて思ったことがないいやなんかそれなんか森田さんのことを、うん、今なんか僕はもう好きになりましたこれまで嫌いだったんか女なんかねんか明日の敵は自分だみたいな、はい、ビギナー語る人おるじゃない、はいはいはい、はぁ思うわ横であんた一人好かれてるんやろうねって言ってうなんかもう、うん、愛さなくちゃいけないだろうっていうなんかもう割れてしまいそうな粉々になってしまいそうな、 なんかもう、はい、これがもう自分が見るこの人の最後になるかもしれないなんかわ かんないけど少しでもいいからこう水あげたりとかなんかいやえらいもんでね、はい、そうでなんですよそうなんですよ、ネタバトルネタバトルに関しては本当に思いました、ね、やっててよかったなっていうかねはいはいはい、やっぱもう今日もね丸井さんと言ってましたけど、はい、もう丸さんにはね、その響く響かないもいろいろありますけど、うんうんうんね、本当にあの人を NGK のセンターマイク立たせるっていうね、はい、自分の中で約束を果たせたっていうことがやっぱ僕の中ではそれ言ってないですよ、丸さんにははい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 もうそこがやっぱ一番自分の中で、うんなんかラジオをね、最近ちょいちょい聞くようになったりとかしてて、はい、なんかこの55周年、オールナイトで言えば55周年で、はい、ねサンマベテランですよね、主にそう、サンマ師匠がね、はい、鶴瓶師匠と一緒にこうトークしてはったりとかして、はいはい、で最終的に、まあ、サンマ師匠が言ってはったのは、はい、夢はもう大きく持っとかなあかんと、うんうんはい、っていうことを言ってはって、はい、でもあの方はもう自分が思ってた夢ってこんなしたいなあんなしたいなはもうデビューして5年で全部叶ったんだってはあ NGK 立つみたいなことですかいやだからそんな NGK 立つみたいな、はい、そんなしょうもない夢一個持ったらいいんだったもんもっとでっかいよねいやだからただただあの人に会いたいとか大原玲子さんに会いたいとかあそういうなんかの夢をもうほんまにもう25まで全部叶ったんだってめちゃめちゃすごいですねレギュラー持つだとかそんなことはい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 そういうのをやってる時にもうだから自分が大きい夢をいっぱい持っとけばそこに向かって走っていけるから、うん、とりあえず夢を大きく持ってきなさいって、うん、いうことを言ってはりましためっちゃいい言葉ですね、言わはるなと思って、ねはいはいはい、でも思ったよ、うん、この人は好かれてるんやろうなってちょっと待ってまだ自分いくら大きく夢を持ったとしても、はいどんどん小さくさせられてくれ後ろからこうやってやるこんなやことやりたいやりたいって言っててもは誰がそんなできんのってやらってなあお前できると思ってるお前そんなもん考えろお前なあコロナ今ちょっと待ってそれそれそれなんか、うん、なあお前コロナこのモデルいるんすかいやいるよそれもうエラ入りやエラ入りなんすかまあまあそんなこともありましたまあでもこうやってねあなたこうやってお話できることも一つありがたいことでございます。いや僕も嬉しいですありがとうございます。ね、もうあなたとかもそうネタバトルでこう、ねはい、昨日も記者会見でございましたけど、はい、ね、もうどうなんですか次どんなネタをやろうとか決めてるんですか。いやもう全然決めてないですよ。新ネタで挑むかもしれないですか。一応新ネタすごいね。すごい新ネタやるんだ。いや分かんないです。まほんまにまだ分かってないです。やってくれ新ネタを。少しでもベターズが優勝できるように頼むから新ネタでやってくれ全員頼むから新ネタでやってくれエグい先輩や3ボリュームも含めて全員新ネタでやってくれ嫌われる理由が分かった気がする頼むこうやってやれる理由が分かった気がする頼むもう今出てます今なんかだから結果も何も分からへんやつ受けたこともないようなやつやってくれそういう嫌われる粒子が出てるのが分かります30万の賞金が欲しいわけちゃうねん、はい、30万円分の仕事が欲しいねん賞金なんかいらんこんなん言うとあれやけど、はい、正直ね、もう丸井さんと見てた、はい、お金どうのこうのは、はい、そう誰のお金かどうか分からんよ、はいはい、だからなんかその M1 だったら、うん、1000万取りましたむちゃくちゃでかいめちゃめちゃでかいですねね、うん、ほんならまあ
コンビで半分半分とかいろいろあるやん。まあ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 、まあ、それはね。でも絶対1000万円以上の仕事が来るじゃない。はい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 、確かに。賞金いらんから仕事くださいっていうぐらいのことでもええやんか、はい、うん、でももう実際そうやん、はい、今まで過去のやつの、その前の前の段階のファーストは、はい、第1弾はそうでもなかったけど、はい、マリさん喋ったけど、はいはい、もう今はもうそうやんか、うん、そうですよ、本当にね、はい、CM でなんだいろいろこうなって、はい、どこあいつらどこ行ったんやとかほぼほぼなくなっちゃった。ナイスナイスナイス。M−1 に関して、はい、すごいじゃん。本当のテレビ番組も出てはりますしね、はい、そう考えたら、うん、じゃあ今回の部分に関して言うと、はい、30万円賞金30万円ど出どころも何も分からへんけどね、はい、30万円ごそってもらって15万でもこれマネされたら、はい、これあれってどういうふうにもらうんですか。まあそれはもう後で振り込みやろ。ね、あなる15万ずつ振り込めちゃうか、はい、まあでも源泉取られてないやいろいろで、まあ大体賞味出なくて12万ぐらいちゃうか、そうです、まあまあそうなんです、ね、いうこと言われて、はいはいはい、あそうなんですね、うん、で終わるやん、はい、でもそれやったらムニさんもね、その分その12万円分の仕事を、うん、まあそう、もしかしたらさ、はい、マリさんなんかまあ言うてもベテランやから、はい、まあ2回か3回ぐらいで終わっちゃうかもしれないよ、その仕事も。まあまあまあそうですね、もしかしたら俺とかとかと、まあまあそのもっとあるじゃない、はい、2ヶ月ぐらいになるかもしれんやん、はいはいはい、でそれだけの稼働をさせてもらってる方が希望あるやん。いやいやでもそうですよね、ほんまにそっちの方がまあ嬉しいですね、うん、はい、うん、お前もあるじゃん、いやもう金とかいらんわもうって言うよ、はい、うん、いやまあそれはね、もうずっと今までずいぶん稼いできてはるからあるやん、はいはいはい、そうやね、お金欲しい目の前の30万、まあ分けて目の前の15万よりかはっていうことですよね、うん、いやそれ何ももらわれへんってなったら、うん、はぁって思ってもかもしれんけどいやでも僕は、うん、目の前の15万もらって、うん、炊飯器ちょっと買いたいですよ。ああ、炊飯器買いたい。炊飯器買いたい。ああ、ほんまに。え、じゃあもう炊飯器とかはこうたるから、はい、俺が、え、だから新ネタやってくれやばい、先輩怒るわ、ほんまに。やばい、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 やばい。なんか今までで一番受けたネタとかじゃなくて、もう時間もようわからへん、新ネタやってくれやばいよ、俺が炊飯器こうたる。やばい、やばい、やばい、ええやつこうたるから。なんか怖いっす、今目めっちゃ細いっすもん。だって目がめっちゃ細なってるんですよ。なんか俺がなんでお前産んだと思ってんねんこの説得するためや。やばいぞこれ3月21日まで、うん、もう各別なんか毎出演者選んで毎日うわ新しい家電こうたる。うわ12万円分やばい。いやそんなやってたらもうすぐ30なんか飛びますようわ最悪やん。な、はい、一歩歩きゃ敵増えんねん今音聞こえましたもん、この一歩の音とカチャッと音とか。本当にいやいや、うん、楽しいですね。いやこのコーナーに来たと思います。レコメンデーションのスピーキイエこのコーナーゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございましてね、あちらの大きいモニターにご注目ください。こちらでございます。はいはい、さあこれ合格証、こちらの手話技能検定3級を取得しましたっていう写真ですね。すごいですね、はい、ありがとうございます。やった、嬉しい。3級がどういうものなのかわからないんですけど、はい、まあ、3級はでももう基本的な会話も、はい、ろう者というかその耳の聞こえにくい方とまあできますよっていう。あ、もう日常会話ができるということですか。はいはい、はい、その2級、1級、1級で一番上ですか。だに、だ、初段とかあるんですか。初段、2段、3の次が黒帯とか。いや、そう、まあ、柔道出たらそうやってステップアップありますけど、3級、順に2、順1、1。あ、ちょっとだからそうなってくると、はい、英検みたいな感じで。そうですね、なんか3、2、1じゃないんだ。はいはい、はい、順、1級みたいな。順とかあるんですよ。細かいのあるんややこいんですけど、まあ、一番上は1級なんだ。じゃあもう、はい、そうです。おう、だからそのまだその手話通訳とかはできないですけど、でもまあ会話とか手話通訳っていうのはどう、あ、その言われてることを手話で伝えるっていうこと、はいはい、そうですね、その森田さんがおっしゃった言葉を僕がこう手話で表して、うん、でそれを、ろう者の方に言って、うん、言ってそれをまたこっちに手話で、そう、ろう者が手話で表したものを僕が口でこう言ってますとかは、まあ、まだ全然そんなレベルじゃないですけど。え、でもそれはこれができたらできるんじゃないの、そういうわけじゃないの。まあ、手話通訳ってなるとやっぱなんか脳みそを3つぐらい使うらしいんで。ああ、まあ英語の通訳もね、はい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 、確か難しいっちゃ難しかったね、はい、
だから本当に基本的な簡単なのをやったら全然できます。はあ、専門的な横田ができないんですけどね。はい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 。はい、すごいね。だそのコロナになって手話の勉強始めたんですけど、そうですよね。はい、まあ、今でもちょこちょこずっと続けているんで。偉いな、本当に。はい、楽しいですよ、手話、ほんまに。まあまあ、そう、手話きませりっていうぐらいですからね。手話きませり？あ、すいません、あの、むちゃくちゃしょうもないダジャレです。もろびぞ、もろびとこぞりてです。え、怖っ。知らないですか？知ら、全然知らないです。もろびとこぞりて、手話きませりって言う。知らない、知らない、知らないですか？知らないです。あ、この歌知らないですか？知らないですよ。手話きませり、手話きませり、手話、手話、手話ませりって。何の歌知らないです。知らん。知らないです。アーノルド・シュワルツネッガーは知ってます。いや、それシュワちゃうねん、あのシュワルツネッガーのシュワは。シュワちゃん。シュワちゃんはこのシュワちゃんちゃうねん。ちゃうねん、こんなシュワちゃんちゃうねん。ああ、好き。ああ、好き、はい。うん、幸せ、幸せ。こう、ありがとう、ありがとう。うちの神さんが、はい、歯科助手とか、まあ、受付とかでやってて、はいはいはい、その手話をちょっとずつ覚えてるんだって。この間寝てた、寝てましてね。はい、ほんで、なんかあの、ちょっと、水、つって、言うて、うん、パンって、わかったーっつってやったら、芝居たのかお前。いや、なんでそんな、お前レーズライン口で言えよお前。うん、おしゃべりはできますからね。そうそうそう、奥さんもね、うん、はい、でだからそのサイレントとか、うん、で今やったら、星降る夜にとかこういろんなドラマや、あ、はいはい、ありますから、はい、でそんなにこう手話にね興味持ってくれた人が増えてるらしいんで、多いよね、なんかそういう、はい、ちょっとなんか、まあ、ストーリーとして、はい、まあ、私はね、個人的にその、なんかお涙頂戴的なストーリーってあんま好きじゃなかったりとかするとこあるんですよ。はいはいはい。やっぱそこって、なんやろ、そうじゃなくったって全然泣ける話っていっぱいあるじゃないって、僕は北の国から大好きだから、あるんだけど、やっぱその、ハンディキャップがあるっていうことを克服しようとして、なんかそこ頑張ってる、まあ、恋愛だとか、はいはい、そういう人間の、まあ、努力だとか、そういうことって、はい、もう必然的にさ、切なくて、辛くってってあるじゃない、っていうのがちょっと思ったりはするんだけど、はい、こちら側がより寄り添おうとすれば、うん、まあ、そういうことだとまたちょっと違うのかも、うん、とは思うんですよ、はいはい、っていう意味で言うと私はもうすごい可能性があることだなと思いますよ。そのなんか神経系でね、はい、あなたがね、もう自分で何かをやるっていうんじゃなくても、はい、まあでも新喜劇でこの老和者どうのこうのってなってくると、またこの話が変わってくる、差別じゃなくなっちゃうからね、はいはい、ドラマは OK で、はい、映画は OK で、お笑いはアウトっていうのは、ただなんかね、そうだ、難しいんですよね、ほんまにむずくて、そのアメリカのドラマとかやったら、はい、サングラスかけてる人に白い杖渡してとかって、はい、そういうコメディとかあったりとかするんですよ。そのブラックジョークというか、ブラックジョークで、はい、でそんなんあるんですけど、特にシュレックなんて、はい、もうそれをやってるわけだから、うん、そのサングラスかけてね、はい、白い杖持ってる、はい、もう目の見えないネズミやったかな、はいはい、なんか出てきたりとかね、はい、もうそんなん、もう言ったらいじり倒してるんですよ。はいはいはい、そうそうそう。でもこれってね、日本はそこまで寛容じゃなかったとかするしね。めちゃくちゃむずい問題ですよね、これはね。ねえ。ほんまに。だからその県庁舎が、だって私が今ね、手話で片付けやがってっていう言葉、もうちょっとなんか引っかかってくるわけじゃないですか。まあ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 。ねえ、そら。はい。問題発言みたいになりますやん。全然。はい。そのちょっと県庁舎の方が過敏になってる部分ありますね。はい。その老者の方は、まあ別にそこまで何も思ってないんですよ。はいはいはい、わーってなんか僕が言う、なんかその老者の方でもう完全に聞こえない方もいらっしゃいますし、はい、その難聴とか、はい、そのちょっとまあ聞こえるけど聞こえにくいっていう方もいらっしゃいます。全然その口の動きとか、はい、もっとかすかな音で何言ってるか分かる、はい、全然手話じゃなくても、はい、とかでバーって話しててもなんか僕がもう何も分かってないなみたいな、アホみたいな言っても、うん、はぁみたいな、もう聞こえへんから分からへんみたいな、はいはい、聞こえてるやろみたいな、はい、とかちょっとそういうジョークとかあったりとか、おあとほんまに僕がなんかこうやってこうね、すごい惨劇が起きてどうのこうのでもうほんまに言葉出なかったわみたいな、うん、で僕も普通にいやあんた喋られへんがなとか普通に言えるんですよ。おそういうジョークとかあるんですよ。全然あるんですよ。うるさい、いやうるさないとか、そうそう、うん、両者の方は別に普通にそれが普通というか、でこっちが結構過敏になりすぎてる部分がありますね。だからそのいやそんだけたくさん言われたら耳タコできるわとか言うたら、はい、聞こえへんからみたいな、そう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 、あ、うん、
そんな前提でキャ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 ってみんな笑ってくれるんですよ。ああそうなんや、うん、はあ、じゃあ表現としては伝わってるんだ。それは、ね、全部伝わりますね。へえー、はい、あ、じゃあこれはその試験として国家試験みたいな感じなの？その、いやいや、そんな国家試験とかではないですけども、じゃないけども、はい、モルテンラブヨシー、あー